皆さんおはようございます。幸姉です。今日はねものすごくいい天気でキャンプ日和ということで、今から私は大分県の耶馬渓にあります、バルンバルンの森というですね、女子は多分憧れのキャンプ場だと思うんですけれども、そちらの方に今向かっています。まあ、家からねそんなに遠くないので1時間半も見ておけば着くのかなというところなんですけれども、まあ何があるかわからないので途中途中、まあ、パーキングとかに泊まりながらですねゆっくりゆっくりね、お天気もいいので早めに出発しております。今東九州道を通ってるんですけれども、途中今川パーキングの方にねちょっと泊まって休憩しながら行きたいと思います。すごい今日はお天気がいいのでめっちゃめっちゃなんかテンション上がってます。うわー綺麗。鳥小屋もあるね。かわいい。あれも鳥小屋かな。これかわいい。あ、紅葉しててね。綺麗ですね。あ、いいね。木の匂いがね、すごいいい匂いがする、綺麗で、薪もね、すごいいい薪がいっぱいある。ここが受付。可愛いね。コスなんてカボス可愛い。デコレーションがめちゃめちゃ可愛いんだけど、なんかね可愛いね。絶対女子は好きだと思う、こういうところ。
いいね、今日は。この空の色見て。すごいね。ああ、かわいい。この上で止まるんかな。めっちゃかわいい。受付のところですね。コーラちゃんたちも詰めています。なんだこれ、おい、臭いな。うわ、遠いけど、いや、ちょっと遠いかもしれない。何でにしとこう。水を。カップケーキをね、作りたいと思います。すでに材料が入れてきてます。豆乳を大さじ3杯入れて、オイルを大さじ1杯、はい、大さじ1、で、今日はね、おでんをね、作ろうと思います。そしてちょっと親父っぽいんだけど、ワンカップの席初めて飲みます。そろそろね、日が欠けてきそうですね。早くしないと暗くなっちゃう。いい子だな。こんな感じです。なんかさ、だんだん寒くなってきた。こういうのもあった。なんかでも割れてるな。これが一番。ケーキができました。いい感じ。蒸し蒸しとできるんだね。美味しそう。今日は簡単。おでんですね。はい。一人分なんでね。結構もりもり食べれるかな。はい。フリーサイト。星空フリーサイトです。今日は寒雲ソロになりそうな予感。今、午後4時です。いい感じで、今日は無風なので、
初めてこの竹の棒をねまた使ってタープの部分を張り出しました。いい感じで立ってくれてる、はい、中はね相変わらずぐちゃぐちゃですまあでも風が吹かないからね今日はあったかくなりそうです。いい感じ、はい、それでねこういうのをねテントの前に貼っといてくれって言われました。あれマジでこれやばいね、もうそろそろ。紐でねもう傷がついちゃうから紐でこういう風に引っ張って中でね止めてる感じ。こっちもねこういう感じで中のなんて言うといいのかな、ここのちょっと汚らしいんだけどここで止めてる感じですね。だから全然強風が来ても大丈夫。消えそうだな。まあ大丈夫でしょう。はい。いやー本当にマジでこんなに全く人がいないカンソロは初めてなので今回で7回目なんですけども、なんかいいですね。ちょっと怖いけど、でも敷地内なんで、でお手洗いももうすぐそこ100メートルもないかな。で水地もまっすぐそこにあるのですごい楽ですいいですね。で今日も一応車中泊で寝るので、まあ標高自体そんなに高くないので心配はないんですけど、なので一応前はねポールは倒して、ポールっていうか竹使ってるんですけど、ここは倒してから全部閉めてからね寝ようと思います。小動物が結構出るらしいので、タヌキとかねイノシシとかで、今日は鯛飯のお供に博多こぶこぶ、これ美味しいんでしょすごく、これをちょっと漬物で持ってきました。あ、来ちゃった。ギリギリだな、すごいな。そこだね、充電できる場所みたいですね。なのでこっからはちょっと四角なので大丈夫です。楽しみます、はい、プチスリもちゃんとごま油、いや全部入れちゃう、全部入れちゃう、全部入れちゃう。3組だ。カンソロではなかったです、残念ながら。タイムシもね、もうそろそろこのグツグツ言ってるから。ベチョベチョになっちゃうけど、はい、や美味しそう。タイ飯ちょっと半分のおかゆみたいな、ちょっとじゃあいただきます。タイ飯うん美味しい。
これも美味しいんだよね、餅が入ってて。やばい、飲みそうだな。この前道の駅で買ってきた柚子胡椒、柚子の一滴ビール飲むの忘れてた。冷えてる。うちに飲まないと。でもノンアルコールだからね。いただきます。日本酒と一緒に飲みます。いい具合に温まった。ちょうどいい。ちょうどいい人肌。いいね、これ。これいいかも。いいね、これは冬は日本酒に限りますね。まだね、5時半まだ5時半。じゃあさっき作ったカップケーキ、これをデザートに食べたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。美味しい。こんなちゃんとできるとは思わなかった。美味しい。